ยหมอไทยเลยเชิญเชิญได้ค่ะบอยพี่พูดดังๆเลยบอยพี่แล้วเขาบอกว่าจะกลับบ้านเราก็บอกรัสเซียมาแต่เราไม่รู้ว่ามีบอยย่างมาな ん, なんか昔、昔っていうかまあそんな昔じゃないですけど10年ぐらい前ですか。まあちょっとだから、まあ、一昔前はなんかそのなんていうの、頭だけじゃなくて胴体も全部大きなフレンチブルドッグがたくさんいましたよね。なんか胴体も丸太みたいにでかくて。いや僕は結構好きだったんですけど、最近はなんかあんまりあの丸太みたいに胴体のでかい犬をあんまりドッグショーでは見かけないですね。多分こういう犬すごいいいんだと思いますよ。後ろ向こうに見える人たちはこれはね観客じゃないんですよ。あれね全部プレスの人たちとあの、犬たちの関係者なんですね。だから、ね、観客はこっちなんですよ。こっちが観客なんですね。あ、いいんじゃないですか。いやこのフレンチすごいいいと思いますね。いや、いいフレンチだと思いますけどね。一生懸命になりすぎてましたね。今ちょっと力入りすぎ、力みすぎみたいな。Yes, you blocked the information for you there. Thank you. So, thanks so much. I know it's a problem. Thank you.
カテゴリーに負けることでしょう。どういうカテゴリーに分けられてるんでしょうか。最初2頭出てきましたから、ね、次3頭出ました、ね、どういうことですか。
ブルーのスーツの女性。これ、これ1位になりました。1位だと思いました。っていうか、まあ魅力的でしたね。どの犬もいいですね。この手前のそのなんかほら、そこになんか金色の玉あるじゃないですか。これそれがすっげー邪魔です。すげえ邪魔そう。ちょうどね、これね、なんかちょうどそのなんかそのこの何このあるんですよ、このロープみたいなやつが。
けてやるんじゃないですかね。大変だから。あ、反対側だった。泣いた。オレンジのこのあのあれとこれこれもこれこれどこだよ。ああ、それもいいですね。難しいな。僕はあのオレンジのジャケットの男性の後ろの女性のあのクリームのクリームのオレンジ。なんか変な白いヨレヨレのリードをつけてる女性、あれいいと思いますね。絶景の印象。詰まりすぎるとまた問題なんですけどね、動画詰まって。ほら、ね、動画ちょっと詰まっていいですよね。頭がもうちょっと大きい方がいいんだけど、っていう感じですかね。あ、あの犬もいいな、あの31番なんですけど、まだずっと、いつか後ろの犬なんですけど。
マスクもいいですね。いいですよ。後ろの方にいい犬がいるってのはこの犬のことです。ちょっとなんか歩き方がひょこひょこしてますよね。大丈夫かな。でもこの犬すごいいいですよ。この犬すごい。この犬すげえ。これがチャンピオンなんじゃない。恐る恐るみたいな感じで見るのがすごい可愛いですよね。
そうそう、あのオレンジと青に、あ、でもさっきの犬選ばれなかった。やっぱちょっと歩き方おかしかったからでしょうね。ちょっとキョコヨコしてましたね。あ、ちょっとなんていうか、きちんと、その左右の足がきちんとまっすぐ出てないみたいな感じで歩き方してました。まるでなんかちょっと関節がおかしないみたいな感じで。これはちょっと長丁場になりますね。と、いいのばっかりですね。Can I?